おはようございます。現在朝の7時14分ですね。はい。まあ、だからなんでこの時間の動画を撮っているかっていうと、まあ、ちょっとね、まあ、課題の方が忙しくてですね、まあ、ちょっと今日は研究室の方で、まあ、夜を過ごしたんですけども、まあご覧の通りね、まあ、外もばっこりとね、朝なんですよ。まあ、ちょっと、これはホワイトアウトしちゃってるかな？まあまあ、見えないかな？ということで、まあ、朝なんで、まあ、徹夜してね、めちゃくちゃ眠いんで、ちょっと今から寝たいなと思います。まあ、そこで、まあ、ただ寝るのもね、ちょっとめんどいな、めんどいというか、あれだね、徹夜した甲斐がないなと思ったので、まあ、今日はちょっと、寝床の方をちょっと紹介していこうかなと思います。はい、まあなんかこのチャンネルのコンセプトでなんか大学生の生活をしているみたいなあったと思うので、まあ、今日のね寝床の方を紹介していこうと思います。はい。こちらが今日の寝床ですね。まあ、3つの椅子を連結させて寝ていきますね。まあこれ、まあ、わかるとね、ちょっと高さの方をねこだわってね、まあ、みんな同じ高さにしてあげると寝心地が非常にいいです。まあ、このようにね、まあ、手すりがあると頭とね足の方で手すりつけてあげると寝てる最中に、ね、落ちないのでおすすめですね。まあ、こんな感じで3つの連結させて寝てあげると非常に心地いいですね。まあコツとしてはね、肩甲骨と、まあ、腰と肩甲骨と腰をね椅子の上に乗せてあげるみたいな、まあ、肩甲骨ここかな、ここに乗せてあげれば、まあ、安定感抜群ですね。まあ、ということでね、まあ、皆さんも 椅子3つでね 寝る機会があったら、まあ、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。